あら上あれどこ行った？あ、いた。ティファーの魔法あんまり育ってないな。ブリザード育てるか。あれ効いてないな。あ。MP 回復系入ってないかな。ない。ない。こんなに早かったっけ列車。昆虫パークでも作る気かよ。フレイバー、うわー、どでかいのがいる。あー、毒食らったな。毒消しを使ってみよう。よし。で、あ、違う。これを、でかいやつに。あ、ティファー！ティファーがやばい。ティファーがやばい。フュエルバースト。よし。オッケー。こいつ硬そうだな。なんかティファーがいろいろ状態異常を食らってるけど、なんとかなる。カーバンクル呼ぼう。回復をカーバンクルに頼る。でクラウドはオートケアルがあるからまあなんとかなる。よしバースト。でヒゲ解放で爆裂剣、そしてバレット。デュエルバースト。いいよ。駆除しないのかな。順番がおかしいよね。確かにこんなのほっといたら列車の方に影響が出そう。宝箱、シンラボックスはない。あった。オッケー。ああんまり回復しないな。 MP ベンチ座ろう。よし、最強ベンチ。この世界で一番最強なアイテムというかオブジェクトは多分ベンチ。特に欲しいものもないとは言ったけど、もうこの辺ケチる必要ないか。適当に買ってつけてみよう。バレットのガドリングガンがめっちゃ強化された。これはバランス重視でオート SP 振っておいて、で、クラウド以外、てかクラウドも含めてあんまり大したことないバングルがついてるから、なんか買おう。でも、この装備はこの2つしか売ってないから、
アクセサリーついていない2人にアクセサリーをつけてあげよう。パワーリストとチョッキでいいかな。バレットはパワーリスト、ティファーは防弾チョッキ。よし、フェニックスの尾3つ。犬発見。鼻の向き確認しろ。上手に描けてるね。ああ、いけすかねえ感じがよく出てるぜ。こうね。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は無視以下だな。無視以下、かわいそうに。適当に終わらせて帰るぞ。まあ、無視よりはやりやすいんだよな。あれ、こいつ硬えぞ。ブリザード系を持ってんのはどこの誰だったっけ。ティファーだ。よし、やっちゃおう。あっ、そこ邪魔だ。ブリザード、あ、聞いたかな。よし、からのヒギ解放、爆裂拳。オッケー。ぶっぱなし。終わった。どうだ、ボクサーだ。今フェニックスの方だいぶ溜まってんじゃないかな、この辺の小物アイテムも。作戦会議。あ、犬。神羅万象。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは部隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが、おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガッ。笑顔の絶えない職場だな。今ここに来たのか。分岐してる。どれどれ。右は何もないけど何かありそう。遠いけど何かありそう。それともそっちじゃねえよって怒られるやつかな。ほら、また神羅の犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。分かってるけどこっち。おい、こっちじゃねえ。あ、でも止められない。この先は駅だよ。車両基地とは別。分かってる。役立つ。はい。結構いろんなとこに犬描かれてんな。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。よくクラウドたちが歩いてるこの線路は電車来ないな。進んでも進んでも壁で壊せばね。バレットと同じこと言ってる。取り消す。
何が不満だよ。取り消した。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。基地前の警備か。ああ、あれまた火炎放射使うやつだ。間違った。ティファ、あ、なるほど。L2 でウェイトモードかつティファのコマンドリストが出てくるのか。そっちを任せる。私に任せて。熱い。ブリザード。熱い。よろしくね。待ってました。これ先に壊すか。あ、勝った。燃える。サンダーとか効くかな。よし、これが弱点だ。やめろ、死ぬ。あ、今はクラウドのオートフェアルが来たのか。サンダー、あっか。このミサイルランチャー真っ先に壊さないと。思いのほか強い。手堅く行こう。まだ行けっか。どけどけ。危ない。はい、まだ倒れねえ。バレットはケアロー自身に。手厚めだけどな。ミサイルが来た。危ない。はい、サバるわけにはいかない。切り替え。そっちはどうだ。これマジで勝って。バレットの魔法を使わないとダメだ。ね、タイミングが悪くて全く当たってないね。バレット頼りにしてる。 OK、 サンダーこっち。よし、お楽しみの時間だぜ。ね、バレットが死ぬ。で、リミットが溜まったからこれをミサイルランチャーに。 OK。 よし、そこのゲートは通れねえ。階段から行くぞ。待って、みんな死にかけてる。あ、で、バレット、マテリアたくさんつくようになったね。バリアとかつけてみるか。あと、風。と、ポーションが大量に余ってるから、ポーションを使おうか。連続使用。これでよしと。アイテムボックスはないね。もうすぐ隠し通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろう。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進め。どういう意味だそれ。監視カメラだ。こっちの部屋に何かあるな。使われてない場所だよね。違った、ポーション使っちゃったよ。あ、イカズチマテリア。なんだこの曲。中堅スタンプ買おう。あと割引されてるものは買う。貧乏症なので。あとはまあ特に OK。 中堅スタンプのテーマか。
あれ？なんか見落としてるところがある？ちょっと戻って見てみよう。あ、ここのドア開いたんだ。こういうところには何かアイテムが。あれ？こんだけか。マジでこんだけだ。戻ろう。よし、こっちだ。ここから先へ進めるぞ。どう？ショットガン欲しいな、むしろそれ。待って、無視しないで。ショットガン兵無視しないで。あー、ギリギリ届いてない。これもうちょっとリーチ長ければいいのにな。そこ、気をつけてね。俺の見せ場だ。ぶっぱなし。期待してるぜ。オッケー。バレットってば。ああ。ボッコボコだ。アイテムないね。よし。警備多いね。妙だな。中継スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。中堅スタンプあった。これか。隙間を行けと。離れろ。メカ系のボス多いな。どうしよう。V を見よう。なるほど、4つ足があると。サンダー系魔法を持ってんのはバレットだ。まぁ、ちょっといろいろ試してみよう。よろしくね。待ってました。多分サンダーが来るでしょ。オッケー、まあ、クラウドならなんとかなるでしょう。一番弱ってる足をやろう。あ、やっぱり効く。バンバン魔法行こう。よし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 、もう一丁。あと、そうだ、あ、しまった。バレットにバリア系魔法を持たせてるんだ。で、この間にかかと落としなんかをやってもらったり、それから、あ、忙しいなこれ。ラピッドチェインもやってもらったりして。 OK。 あそこ、アトムジェネレーター。やつの心臓だ。止めろってことだ。ノーテンクリーン。あ、それもいいけど、足全部壊しちゃうか。なんだ？危ない。これはバレットにやってもらおう。デュエルバースト。 OK。 デュエルバースト超強いな。で、召喚獣が来てる。イフリート呼ぼう。出番。これって召喚獣二体召喚できるのかな。ティファできる？あ、できない。できないんだ。さすがに贅沢すぎる。
バレットは引き続きサンダー。キャラ切り替えよう。こっちはどうだ。フレアバースト足。よし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 、いいぞ。あっちゃまずい。ケアールラティファ OK。 ちょっとクラウドも回復しとこう。で、悲劇解放。危ない。ガード。フレアバースト足。逃がさねえぞ。よし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 。チャンス。これだ。続けていくぞ。チャンスは逃さない。待てよ。ほっとこう。こっちだ。フィールバースト。あれ足増えた？これは手法か。やったか。消える直前にこんな攻撃。クラウド手法を狙おう。あんま効いてないな。ちょっと離れよう。あ、レール。みんなレールから離れて。みんなみんな離れるのは無理があるな。バレット。これ、みんなかわせなくねえか、こんなの。解放。で、バレットは残された MP でサンダー。ミサイルが来る。あー、手法が勝てー。危ない危ない危ない。避けれない。エーテル使うか。もう少しで右側の手法が死ぬ。クラウド、あ、まずいな。今バレットがダメージを受けるのは良くない。よし、 OK。 ティーファーかかと落とし、ジェネレーターコア。よしよしよし、もう復活しちゃったかな。もう少し、もう力で押しちゃおう。あ、リミット使える。あ、全然リーチが足りなかった。ハイポーション。ここは慎重に。
装甲。よし、片付いたな。ざまあ見ろだ。行こう。うん、こっちだ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。がハッ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 。さっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えならなんだ？え？例えなくていい。なんか知らないけど、新しい装備を手に入れてる。ほうほうほう。マテリア引き継ぎ。あとは、まあまあまあ、というかいらないものを売んないとな。あ、スターブレスマテリアの数多いな、空きスロット。SP はバランスでオート。情報通りだ。これで降りるぞ。 OK、 多分休憩ポイントこの先にあるでしょう。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら